時刻は14時を回りました。オンデラオクティムーネガの時間でがやってまいりました。 MC は私ワーキーソーです。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワンのスタジオより生放送でこの後15時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。この番組はですね、私ワーキーソーがですね、得意分野である漫画ネタ、古雑誌ネタ、ライブハウスネタ、インディーズ系バンドネタ、その他もろもろですね、基本的に特にも薬もならない、どうでもいいことをですね、基本的に1時間ぐらいですね、好き勝手に喋るっていう内容の番組でございます。皆様よろしければ最後までお付き合いください。はい、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではツイキャスト、ユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽に参加してくださいね。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリカッコリスラジカッコ閉じる、アプリカッコリスラジカッコ閉じるをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいね。ということで、先週は台風があって、と急遽番組はお休みで、こちらの方ではですね、台風特番とかいろいろやったと思うんですけど、台風特集ね、ふと、その日ね、本当にもう久しぶりに激しい台風で、もう私もね、家にこもってビール飲んで、酔っ払っていたんですけど、考えたら去年もね、台風すごくて、本当9月の半ば、台風と一緒に思い出すのが、沖縄クラブの、ね、9月号の表紙を飾っていたのが安室ちゃんでですね、なんと地元メディアね、結構安室奈美恵の引退とかで、ね、特集組んでて、台風と、ね、もう9月っていうと、考えたら安室ちゃんの引退と台風がすごいのが直撃したなっていうのが連動してですね、それと一緒に思い出すのが、去年までですね、私にとっては本当に憩いの場っていうかですね、マイオアシスだった、うるま市の某所にね、健康ランドがあったんですけど、私も沖縄最後のね、年中無休20時間営業スタイルの健康ランドで、もう大体もう私ほとんど別荘のごとくですね、あちらに入り浸っていたんですけど、去年の8月にですね、ウークイが終わって、いつものごとくそこの扉をくぐった時に、フロントのお姉ちゃんから9月いっぱいで閉店っていう話を聞いて、もうすごいね、なんか未だに健康ランドロスに苦しんでるんですけど、その時もう最後の9月最後の日をですね、もう常連の人たちと一緒に味わい深く過ごしながらですね、その時もちょっと女性の施設の方はもう閉鎖状態だったんですけど、なんと9月の半ばに安室ちゃんのライブがあるっていうことで、その時だけは特例でですね、開放してたんですよ。なんと駐車場にもですね、路上泊するファンの人たちがいたりとかですね、もう最後だ、それですごい印象に残ってて、でも最後の日はもうどうしようかなと思ったんだけど、一応特別回数券でタダで入れるっていうことだったんで、常連特例ですね。そうしたら最後のしみじみ過ごしたいなと思ったら、台風が直撃してですね施設停電で、自動販売機も使えなくて、でビール飲もうと思ってもね、外も出られず、仮にコンビニまで行けたとしてもコンビニも閉店、もうそんな状態でね、それでも常連客がしぶとくてですね、あっちこっちからのビールとかつまみとか刺身とか どこやらか仕入れてきてですね、もう健康ランドの1階の片隅に陣取ってね、もう停電にもかかわらず仕入れてきたろうそくで火をつけて、みんなでね、最後のね、夜はもう名残惜しそうにスタッフさんとね飲んだ記憶があって、本当にあの時ね、確かまだね、放送番組やる前の時期だったんでね、実は他局のね、ギノワンシティ FM さんの方に9月にちょっと半ばぐらいにゲスト出演させてもらったことがあって、金曜日のワッツアップフライデーだったかな、でそこに出演した時に、俺も本当にね、9月末でも健康ランドが終わっちゃうんだっていう、なんかその辺のちょっと悲しさがあってですね、ちょっとあまりね、ちょっと元気がなかったのがね、今でもなんか申し訳ありませんっていうのは、ちょっとね、当時の番組のWhat's Up Fridayの皆さん、ごめんなさいということで、
まあ、そんなわけで未だにね、あのそのロスを引きずってるところはあるんですけど、今年の1月にね、あの当時の支配人さんから電話があって、あの脇川もあっちね、もうさら地になっちゃったよっていうの電話来て、またいつかね、あの常連さん集めて飲みたいっすねみたいな感じの話してね、支配人さん、俺もね、いつかね、あの大金掴んだらね、同じような施設作りたいっていうのをわけのわからない夢持ってるんですよみたいな、妄想してますよっていうね、いつかまた当時のメンバーで飲みたいなって思いながら、実はあの先週、まあ、現実を直視しなきゃいけないと思って、その健康ランドの跡地に行ってまいりました。そしたらなんと、まあ、やっぱり更地になっていて、分譲土地になってましたね。あの一棟だけね、建物建ってましたけど、まあ、多分もう建て売りがね、どんどんできて新興住宅地になったら、あそこに健康ランドがあったことを知ってる人がどれだけいるでしょうかとかふと思いながらですね、あのちょっとその場所からですね、うとうとしてからですね、あのその場を後にしたんですけど、はい、もうそんなわけで、だからもう多分これからもね、あのアモルちゃん引退の情報を聞くためにですね、それと連動しての台風と健康ランドに思い出が自分の中でじわーって蘇ってくるんだろうなと思いながらですね、はい、では今回ですね、ちょっと曲の方ですね、先月までほとんどね、あの浜田賢治特集をずっと延々と続けてきたんですけど、今回ちょっと趣を変えてですね、もう大好きなんですけども、20年近く、もう2000年前後に活躍して解散したあの女性4人組バンドでですね、すごい大好きなバンドがあったんですけど、あのこれをね、幻の CD に終わらせたくなかったんで、ちょっと今回久しぶりにかけてみようかなということで、はい、ジャガランディでトリッピングゲーム。施設内容がバチバチ写真とか、でやっぱ熱狂的なファンは多いんですか？あの熱狂的なファンというか、もう、まあ、常連客っていうのは結構いるんですか？なんか閉店ってのかっていうかね、新売りなんか朝頃とか知ってたら、見知らぬ若いですから、こういう施設があったんですよみたいな感じで、うん、初めて分かったという人もいてます。いや、アメリカで言っては聞いてたんですよ。新しい社長がもう採算取れないって言ってからも、そういう変化ですね。やりたいって人もいたみたいだけど、なんか最後の日マッサージやったら、その社長がやってみたら人、おばちゃんだったんだけど、親しくなるから言ったらその人がたくさん聞いてるんですけど、こいつさ、沖縄の人の住宅に行ったって言ってた、松本と一緒に見たんですけど、マッサージのおばちゃんたちとメールで登録したら、たまにやりとりしてるけど、すごい。そういう曲が1分で終わります。じゃあその後CM行ってください。はい、お願いします。今日あの5時から羽衣祭りの特番で、あっちから生中継するんですよ。で、生中継のちょっとあのネットのあれとかでちょっと私動き止まるかもしれないんです。あ、ありがとうございます。大丈夫です。はい。にあれしててください。写真を
ジャガランディでトリッピングゲームでした、はい、ここでちょっと告知をさせていただきます。11月17日テンブスホールにおいて会場16時半開演17時、長井龍雲20年ロマンライブございます、はい、それと、はい、昨日おとついか、前も何回か告知したんですけど、昨日で、おとつい終わったんですけどね、ダイブハウスジグザグのね、友人のミュージシャン、山田バサラ、メインの大交流会ライブとですね、同じ日にまた近くのね、ミュージックバー F で、ご育の方でレコードバーやってる、エルビス内間のライブがですね、パートナーのね、たまごちゃんの、バースデーライブも、バースデーもか、パーティーも兼ねてですね、ワンマンライブ、本当に十数年ぶりのね、復活ライブだったんですけど、すごい熱唱でですね、もうあっちこっち、ジグザグとバー F を行ったり来たりしながらですね、ライブを満喫してきました。で、今日は山田バサラの方は泣き人のライブハウス温度8周年ライブの方に行くということで、まあ、ちょっと今日ね、もし時間の都合がつければ私も泣き人まで遠征したかったんですけど、今回は残念ながら、はい、また泣き人に行くのはまた次回ということで、それとですね、来月10月14日、13時にですね、FM 読谷、ゴリゴリ哲学ラジオにですね、私またゲスト出演してまいります。今月のですね、16日にも出演させてもらいまして、パーソナリティは読谷の大庵でゲストハウスカプセルのオーナーの牛さんの番組なんですけど、はい、そちらの、16日も出演してですね、ほとんどね、ぶっつけに近い形でですね、沖田ばっかさんのね、漫画とかですね、ど根性ガエルの娘とかメインに漫画ネタをですね、結構話が転がったんで、また次回の今度の出演もいろいろネタ仕込んでですね、番組に参加しようかなと思ってます。もしよければこちらの方もよろしくお願いしますということで、はい、でジャカランディなんですけど、このバンドが、ちょっと今となってはもうちょっとメンバーの詳細がちょっと私の方でもあんまり情報も少ないんですけど、女性4人編成のバンドで、ライブハウスも茶壇じゃなくてソンダの方にあった頃によくあそこを拠点に活躍してた4人編成のガールズバンドなんですけど、非常にまあテクニックもね、またアルバムのデザインもそうなんですけど、すごいなんか完成度が高い内容のですね、アルバムを発表したんですけど、まあ、諸事情により解散してしまってですね、なかなか、まあ、でも曲はすごい忘れられなくて、ライブもね、2回ぐらい見に行ったんですけど、本当にね、今でも忘れられないんですけど、独特のライブ感というか、まあ、アルバムもですね、まあ、今残ってるのみなんですけど、これからもね、なんか機会があったらこういう場でですね、かけてぜひいろんな人に知っていただきたいなと思う今日この頃です。というわけで実はですね、そうだ、いろいろ今日何喋ろうかなといろいろ考えたりしてたんですけど、実は数日前に、水曜日か9月25日にまあ大体よくモスバーガーとかでですね、朝飲み物飲みながら新聞とか広げて読んでる好きなんですけど、そしたら沖縄タイムズさんと琉球新報さん両方の一面を飾る、すごいお揃いでね、一面を飾るニュースがありまして、2016年の12月に名護市阿武の方ですかね、オスプレイが訓練中に事故をして墜落大破した事故についての記事が載ってまして、中城の、ね、海上保安庁が、氏名不詳で書類送検という、まあ、両方共通しているのは米軍側の、ね、情報開示がされて、情報開示 しないことに対するなんか苛立ちっていうのがすごい感じられましてですね、また地位協定がどうのこうのとか捜査の壁になっているとか、それの中身については私はあれこれ言うつもりはないんですけど、私は実は去年ですね、漫画喫茶で、ひょっとしたらこの米軍がですね、情報を開示しない原因がですね、
意外なところで私発見したんですよ。あのひょっとしたらあることが、大人の事情があって、その大人の事情の手がかりをですね、あの去年漫画喫茶で読んだあのビッグコミックからですね、手がかりを発見しましてですね、これあくまでも私の推測です、推測。はい、なんとですね、あの2017年の8月から9月にかけて、去年、あ、2017年、一昨年か、うん、失礼しました。あのビッグコミックでですね、あのゴルゴ13が連載されてるんですよ。でその時のエピソードがですね、沖縄が舞台の琉球の羊っていう辺野古反対のね、してる皆さんが登場するエピソードがあるんですけど、その琉球の羊っていうエピソードで、実はあのその、そこにですね、あの沖縄のね、米軍基地のね、統括責任者のマーチン大佐っていう方が出てきてですね、まあ、この人が最終的にあのゴルゴと対決するんですけど、まあ、この人がやっぱり漫画の中でちゃんと語ってるんですね、ゴルゴの中でね。あの2016年に起こったね、あの 空中給油訓練中の事故はですね、ゴルゴ13の仕業だったってコメントしてましてですね、だからあの、まあ、やっぱりね、彼が絡んでる事件って言ったから、やっぱりあの米軍側もね、あの情報を開示しないのはやっぱりかなりデリケートな問題なんで、だから俺はあの今ね、あの聴取に応じないとかね、情報を出さないっていうのはやっぱりあのそこら辺のね、あの大人の事情があって米軍は、あの私あの情報を開示してないんだろうなってあの思ってるんですよ。だからあの、まあね、ゴルゴにね、あのもう大切な、ね、オスプレイを破壊されるわ、こうやってね、あのメディアとかね、あの反対派の人にはね、叩かれるわで、本当に私はあの本当に米軍の関係者の方にすごいなんか同情するんですけどね。あとは個人的にはあのゴルゴにね、仕事を依頼したのは誰なんだろうっていうのが非常にあの興味があるところなんですけど、というわけであの本当にあの米軍関係者の皆様、本当にお疲れ様ですっていうことだけは言っといてですね、はい、実はあのこれに関することをですね、原稿を書きまして、あの八重山日報さんの方にあの送りましたんで、来週水曜日に多分あの本島の方ではあの1日遅れで郵便で郵送で送られてくると思いますんで、まあ、そこら辺またあのコラムを読んでいただければありがたいなと思います。というわけであのこの琉球の羊がね、収録されてる単行本がいつ出るのかなってのを私楽しみにしてるところなんですけど、はい、そこで楽しみにということで、はい、で、まあ、いろいろもう本当にね、あの健康ランドがロスから考えたのも1年になるんだなっていうのがあって、本当にね、あの頃、まあまあ、亡くなったっていうか、もう本当にね、もうすごい思い入れっていうかですね、あの建物がですね、考えたらあの25年の付き合いだったなっていうのがあってですね、なんとちょうどね、30代ちょっとの時に、あの頃ね、なんか仕事に関するストレスが溜まってても、なんか疲れが取れないなっていう時に、同級生からですね、そんな時はサウナに行ったらいいんだよっていうことをそのまま鵜呑みにしてですね、 あっちこっちのね、健康ランドって名前がつくところにさまよい歩く日々が続きまして、そんな中ある日、うるま市の某所を車流してたら、なんかの昭和テイスト満載の建物があって、そこにサウナとか健康ランドって書かれてたんで、ふと入ったらですね、まあ、当時はね、あの全く別の名前になってたんですけど、オーナーさんが別だったもんですから、でそこに入って、まあ、なかなか居心地の良さにそのまま惹かれてしまって、その後店の名前が変わっても変わることなく入り浸ってたんですけど、最後のね、名前になった時に、ね、最後のオーナーの頃にね、まあ、あのスタッフさんともすごい仲良しになって、それでね、本当に楽しい日々が続いてたんですけど、なんかね、当時はね、中にはね、入り口の方にね、ボディペイン、ね、簡単に落ちないボディペインティングされてる方、お断りって言っときながらですね、その手の方がいらっしゃったりとかですね、まあ、でもあんまりその手の人たちって意外と礼儀正しいっていうかですね、あまり揉め事を起こさないんですよ、はい、まあ、時折ね、なんか携帯がね、着信音がなんか兄弟神宮のメロディーで携帯がけたたましくなってですね、うるせえなと思ったら、まあ、その
で消せないボディーペインティングを施した方が出てきてね、パッと撮って、おお兄弟とかなんとか言ってですね、急に皆さん静かになったりとかですね、まあそういうこともありましたけど、まあ、決してねそんなことばっかりじゃなくて、まあ、もう本当にね休憩室にはもう日頃のねストレスとかしがらみを忘れたいい顔のおじさんたちがねだらんって過ごしてるのを見たら見るとなんかみんないろいろ大変な中ねこういうところでねだらんって過ごしたいんだろうなと思って、まあ世の中にはね私だらんって過ごせるような場所が必要なんじゃないかなって思ったりするんですよね。なんかやっぱりねだらんって過ごせるぐらいねそういう、はい、途中間すいません。というわけでじゃあ2曲目いきます、はい、ジャガランディで無敵のバラード。
はい、チャイガランディで無敵のバラードでした。というわけでいろいろね、告知とかやったり、健康ランのネタとかですね、あと、あ、そうですね、八重山日本のね、今度のコラムのこととか書いたんですけど、話したんですけど、はい、ここでですね、ちょっと、はい、これ面白いなと思って、ちょっと古本屋でめっけたんですけどね、はい、まあ、ちくま文庫から出版された、大正時代の身の上相談という、大正、文庫本なんですけど、人生相談ってね、やるよりね、中身見る、読む方がなんか面白いんですよね。まあ、それが大正時代のやつっていうことで、これ大正の何年ぐらいかな、一桁時代から、そうですね、古くは大正3年から、大正8年とかですね、7年にかけてのいろんなね、人生相談についてのことが書いてあるんですけど、でこれ形式がですね、相談者も相談に当時のその、これ何やろ、当時の新聞にで新聞社に持ち込まれた、あ、読売新聞ですね、それにの身の上相談に書かれた相談者からの相談に対して当時の編集の人がお答えして、それに対してそのカタログハウス編って書いてますんで、この本をまた編集するにあたって、編集、その本の編集の人からまたさらにツッコミっていうかですね、追加で追加されてるっていう形式のやつなんですけど、ちょっと一発目紹介するとですね、大正3年1914年9月18日のですね、人生相談、女性の方からですけどね、人生相談、まあ、これも下のそのさゆり子って多分ペンネームでしょうね、仮名だと思うんですけど、タイトルがですね、接吻されて汚れた私、婚前に男に接吻され罪の匂い、罪におののく乙女って書くタイトルなんですけど、相談の内容はですね、私は言い名付けのあるものですが、以前ある他の男に接吻されたことがあります。世事に疎い私はただ熱烈な愛の表現と別に深くも考えませんでした。実はその方もからも結婚を申し込まれましたが、父母は許さず、その方はあなたの身を汚したのだからどうしても結婚してくださいと申しておりました。果たして接吻は古来日本でいう意味で身を汚すも同様でしょうか。もしそうなら、そんな汚れた身を持って純潔な言い名付けの夫と結婚する資格はないと思います。それゆえ一生独身で送ろうと思いますが、いかがでしょうか。それとも、もしさほど意味のないものとしたら、言い名付けに話し、罪を詫びたらいいでしょうか。お答えがですね、はい、あなたが心から許して、接吻されたのでない以上、決して身を汚したとは言えません。その男があなたの身を汚したと言ったのは、あなたをもらいたい言いがかりに過ぎず、言い名付けの方に話して詫びるだけの価値もないと思います。しかしどうしても気がとがめるというなら、笑い話として打ち明けてもいいでしょう。ただそういうことで反問するあなたをありがたく思います。どうぞその清い乙女心を一生失わないように願います、というのがお答え、まあ、答えなんですけど、それに対してこの文庫本のね、その制作者からのその追加がですね、はい、それは取り返しのつかぬことをしてしまいました。そのような汚れた身で別の男性と結婚するなど許されるはずがありません。罪を悔い一生独身で暮らすほかないでしょう、なんて面白半分に脅したりしない記者様は偉い。しかし年頃の女性がこんなにものを知らなくていいんですか。まして一生清い乙女心を持ち続けられた日には、夫となる人もさぞややりにくいと思うのは堕落した平成人の考え、ということで、はい、これ確か出版日がですね、2002年なんで、はい、もうね、平成の頃にも作られてもうこの文庫本自体が作られたのが、まあ、平成の世の中なんで、だからその感覚から見ると、そうですね、その大正3年のね、人生相談の中身っていうのが非常になんか時代を感じさせるというかですね、はい、面白いんですけど、はい、じゃあ次はですね、何でいこう、あ、もうやっぱりね、こういうのってやっぱり今も昔もっていう感じですかね。これもですね、まあ、悲しむ女っていうペンネームなんですけど、タイトルが太りすぎて人前に出たくない、要望が醜くて嘆く21歳っていうことで、
はい、私は20、あ、これ大正6年の5月30日のですね、人生相談、当時の読売新聞。私は21歳の女です。この頃あまりに肥満しすぎてきましたので、実に赤面の至りだと思います。自然と人様の前で出るのも嫌になってまいりました。そして自分ながら要望の醜いのを夜昼悲しみ通しております。これまではよくかけっこなどをいたしていましたが、太ったためでしょうか、思うように走れないのです。しかし体は別に異常もございません。よく痩せる薬の広告が出ていますが、あれは果たしていかがなものでございましょうか、ということでですね、はい、これが質問で、これに対する答え。お若いご婦人で肥満して困るという嘆きをお漏らしになるのを随分と伺います。ですがあなたのように悲観しきっていらっしゃる方は、まあ珍しいと申してもいいでしょう。お若いご婦人がお太りになるのはある程度までは生理上自然な現象で、肥満症でも何でもないですし、あなたぐらいのお年頃は時期としてもお太りになってよろしいのです。太りすぎとおっしゃるのはあなた自身で誇張して考えていらっしゃるのではありませんか。第三者から申しますと、概して痩せたご婦人よりはお太りになっている方の方がずっと立派に見えるものです。痩せる薬だの痩せる方法だのと余計な気苦労をなさらなくてもよろしかろうと思います。しかし肥満にも程度のあることですから、この上のことは医者でなくてはお答えができません。過度の肥満は体質と食物から来ることが多く、内臓を害して重い病気のもとにもなりますが、お若い婦人の お声になるのは多くの場合心配には及ばないでしょう。それともあまり気になるようなら、とにかく医者にご相談なさい。人は要望よりも心の美しいのが良いのです。醜いなどと悲観するものではありません。が、あの読売新聞さんのね、当時の記者さんの答えで、でこれに対して、あのこの文庫本のね、あのその制作者側からの追加のね、あのツッコミがですね、はい、気にするなと言われてもますます気になるのが女心、やっぱりこの時代から痩せる薬が出ていたんですね。ちょうど竹久夢二が少女雑誌の挿絵画家として活躍していた時期でもあり、少女たちは折れそうな柳越のほっそり美人でなければ人にあらずと思い詰めたのでしょう。現実にあんな細かったら怖いですが、でも当初の方はどうも限度を超えて太っているようです。思うように走れないのはかなりまずいのでは、ということで、まあ、やっぱりね、あのスレンダー系がに対する憧れというのは、あの、まあ、当時からあったということが、まあ、これでも伺えるし、まあ、やっぱりあの竹久夢二 の美人画っていうのは非常にあの時代を感じさせるんですけどね、まあ、これはこれで非常に時代感じさせたりとかですね、やっぱりあの悩みっていうのはね、まあ、時代を超えてやっぱり似たり寄ったりとかですね、はい、あるんですけど、まあ、次のやつもですね、これは大正4年2月の人生相談、16歳の方ですね、はい、私は16歳になる少女ですが、両親はなく、兄はいつも私に芸者になれと言っております。今ならなければ一生兄に捨てられますので、試案の結果芸者になることに決めました。しかし私は声が悪いので大変困っています。どうか声の良くなる薬を詳しくお知らせください、ということで、ちょっとね、内容がようわからないんですけど、はい、もうちょっとあのこの兄貴も兄貴っていう感じなんですけどね、はい、でお答えがですね、声の悪い心配をするよりも芸者になることについてもっと心配することが必要です。あなたに芸者になることを強いるお兄さんは良い心ではありません。それゆえ兄さんに捨てられても芸者になることを思いとどまって奉公でもしたらどうでしょう、ということで、でこれがその文庫本のね、あのその制作マガジンカタログハウス編ですか、まあ、こちらの方ですかね、追加の文章が、芸者になる身の不幸よりも声の悪いことを心配する少女、いいですね。私の友人が20年以上年上のバツイチの男性と結婚したいと親に話した時のことですが、お父さんは激怒して口もきかなくなってしまったのに、お母さんはすぐさま結婚式に着るものの心配を始めたとかある。女というものはどんな事態もすぐに受け入れ、やたら具体的な心配に先走りする傾向があるようで、でもこの少女、芸者の意味が本当に分かってんのかな、ということで、結構ね、あのいろいろ、まあ、訳のわからん相談とかもいろいろあるんですけど、はい、あ、そうそうそう、これいいかもしれない、はい、人は死んだらどうなのか、毎日が不安で苦しむ少女ということで、はい、私は田舎の少女です。私はどうしても安心な生涯を求めることができません。
毎日毎日人は死んだらどうなるんだろうかと、そんなことを考えて不安な日を送り、もだえ苦しんでいます。どうか哀れな私に良い方法をということで、はい、これが読売新聞さんの当時の記者さんのお答えが、お庭の片隅に何でもいいから一粒の種をまいて親切にお世話してごらんなさい。朽ちたような種子から可愛らしい双葉が出て、やがて成長して花や実をつけるとき、きっとあなたの心にも希望の光が輝きましょう。日々のあなたの生活もちょうど種まきのようなものと考えれば、死という悲しいものにも巧妙が見えて安心な生涯を送っていくことができましょう。が、答え、まあ、なんですけど、まあ、これに対するまた追加のね、まあ、今のね、平成の世の中のこの制作者の方からの、編集者からのまたお答えのツッコミがですね、はい、まあ、これペンネームが迷う女って書いて名女っていうんですかね、はい、名女さん、あなたの不幸は早く生まれすぎたことです。大正時代には丹波哲郎も希望愛子もいなかった。臨死体験の本やチベット死者の書もテレビの緊急スペシャルもなかった。今ならあなたはエジプトの お姫様でしたとか、スコットランドの古城に住む騎士で名声を妬んだ義理の兄に殺されたとか、前世を占ってもらうことだってできるのに、惜しいことをしましたねとかですね、はい、まあ、結構ね、いろいろ、はい、人生相談、なかなか当時からね、ユニークな内容のものがあったっていうことがいろいろ伺えるんですけど、はい、ここでちょっと曲の方行きたいなと思います。ジャカランディで赤い花。
チャカランディで赤い花でした。はい、というわけでですね、はい、大正時代の身の上相談、先ほどからちょっと女性の方だったんですけど、ちょっと男性陣の方ちょっと行ってみたいなと思います。66ページ掲載の、これもやっぱりいつの世も一緒なのかなって思うんですけど、はい、タイトルがですね、人並みの背になりたい、気になって学問する気にもならない青年ということで、これは大正9年1920年5月6日の読売新聞に掲載されていた身の上相談、はい、私は21歳のものですが、身の丈五尺要約の高徳のために常にもだえております。このせいで学問する気にもなりません。いかなる方法を取ったら人並みの身の丈を得られましょうか。何卒ご教示ください。あれ、あ、ここでなんかメールが来てるようです。はい、あ、はい、ありがとうございます。あ、漂流者さん、ありがとうございます。ご用件、はい、お問い合わせ、はい、和受さん、こんにちは。ゴルゴ13、かっこ琉球の羊、かっこ閉じる、空飛ぶオスプレイのホースを狙撃するゴルゴの腕前、すごく興味をそそる話題を取り上げる和受さんの腕前、相通じるものがあるように感じました。ゴルゴ13の単行本、漂流者も楽しみにしております。ありがとうございます。よかった。もうぜひよろしければですね、八重山日報の方も来週水曜日から木曜日にかけて、これについて取り上げてますんで、ぜひね、本当に琉球の羊の収録単行本、私も心待ちにしております。漂流者さん、本当にわざわざメールありがとうございます。本当にね、このメールがね、本当に救いでございます。ありがとうございます。またね、ちょっとゴルゴの来沖についてもですね、また引き続き追跡調査続けておりますんで、ちょっと今回ちょっと時間的に厳しいんですけど、ゴルゴのね、来沖を今のところは7回来てるんですけど、それを改めて検証することによっていろんな発見があったりとかですね、それについてもいつかやってみたいなと思いますんで、その時また漂流さん、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。で、はい、次参りましょう。でですね、はい、それに対するね、人並みの背になりたいっていう悩みについてですね、これが読売新聞その記者さんのお答えがですね、はい、高徳だとて体さえ健康ならば何も悲観したり反問したりすることはありますまい。これ高徳で偉大な事業を成し遂げた人や学問芸術に秀でた人もたくさんありますから、特別に身の丈を高める方法を研究する必要はないではありませんか。もっとも軍人などというある一定の身長を要する職業に就かんとする者にはあなたのような反問が起こるのはやむを得ませんが、それならば断念するよりほかありません、ということで、そしたらこの隣にですね、当時のなんかシークレットシューズのような広告がございましてですね、身長ゴム大流行のファインっていうなんか身長ゴム、なんか足袋とかですね、靴下の中に入れて用いる長ゴムっていうことで、当時のね、シークレットブーツのようなもんなんでしょうね。そういうやっぱりね、今も昔もっていうことで、はい、確か77年にコントーコーさんっていう人のシュプレーボーイインタビューの走りなんですけど、この人の人生相談で極道通じ説法っていうの本があるんですけど、あれでもやっぱりね、やっぱり悩みっていうのはあまり変わらないもんだなみたいなね、あったりして、非常に面白いんですけど、いつかね、その本とも照らし合わせながらまた人生相談特集っていうのを取り上げてみるのも面白いかなと思いながら、はい、じゃあ最後ちょっとこれいってみようかな。69ページ掲載のですね、タイトルが不良少女の誘惑、大正11年1922年4月9日人生相談。はい、私は今春大阪の某商業学校を卒業した18歳の青年ですが、進学に失敗し落第の浮き目を味わったものです。もとより自分の不注意に起因するのは言うまでもありませんが、実を言うと私を不勉強にさせた事情もいろいろあるのです、ということで、家が大阪の郊外にあってですね、相当名のある資産家でありますということで、近代家の近所は新開地となり、新しい家がめっきり増加しました。そしてどこの新開地にも見受けられます、られるように不良少年少女がパッコしてしきりと不埒な所業を働くようになりました。彼らは私の家が裕福なのに目をつけ、あらゆる巧妙な手段を浪して私を誘いました。最初は私の
家庭の厳格な監視のため容易に近づき得ませんでしたが、私が3年生の頃から通ると不良少女の術中に陥り、純な心を散々苛まれました。ある時は露骨に愛を迫り、華々しい時は自分の裸体写真をよこして私の心を動かしました。彼女らの大胆な行為は実に言うに忍びない恐ろしいものがあります。しかし私は5年生の秋に断然事故の日を悟り、自責の念を強め、できるだけ彼女たちから遠ざかりました。しかしついに思うように勉強もできず、かろうじて卒業だけはしたものの進学できないことを嘆き悲しんでいます。しかり、かしからに彼女らは依然私につきまとって国臭くを講じてやめません。それで私はやむを得ず市内に下宿生活をして来年まで受験勉強をしたいと父に申し出ますと、父は意志薄弱な男児が単独生活をするのはますます堕落するばかりだと言って賛成してくれません。家にいれば前日のごとく巧妙な誘惑に強い決心も緩みます。どうか悩める私に巧妙を与えてください。はい、これに対する記者さんの答えが、若いあなたが小さな胸を一人で苦しめているよりもありのままの不敬に打ち明けて相当の前後策を講じてもらうのがよろしいと思います。そのような問題はあなた一人の問題ではなく一地方全体の風況に関する問題ですから、不敬からその筋に取り締まりを要請するなり、ご近所の有志とともにかかる不良分子に対し撲滅策を講じるなり、とにかく上の人にご相談なさるほかありません。あなただだけが安全を期するため実家から離れるなどというのは消極的で姑息な策です、というのが記者さんのお答えで、まあ、それに対してね、今のね、平成が、この出版された時の平成のね、その出版時のその編集スタッフの追加の、まあ、ツッコミがですね、はい、驚くなかれ、大正時代にすでに不良少女なるものが存在したのであった、アダルトビデオどころか日活ロマンポルノもまだまだ、何しろ映画に、日本映画にキスシーンが登場したのは1950年、昭和25年だから、大正の青年たちがどんなにうぶだったか想像もつくだろう。裸体写真なんか見せられた日には頭の中が真っ白にスパークしちゃったと思うよっていうことで、まあ、当時から不良少女がいらっしゃったということも非常に驚きなんですけど、この大正11年1922年の頃の、まあ、不良少女っていうことは当時、まあ、15から18にかけてだと想定されるんですけど、ご存命であればね、今相当な年とご年齢っていうことになりますし、もしね生きてたら相当なお年ですし、まあ今どこでこの不良少女の皆さんはどこでどうしてらっしゃるのかなっていうのは非常になんかすごいなんか気になるところっていうかね、まあ、ひょっとしたらね、もう本当に今ね、もう品の良さそうなね、おばあちゃんになられててね、もうそういう過去をひた隠しにね、もうしてるかもしれないし、ひょっとしたらね、道歩いててね、本当にどこにでもいるの普通のおばあちゃんがね、実はこういう人生相談のね、この相談者のね、苦しめた過去を持ってたら、非常になんか興味深いなとかいろいろ思ったり。